こんにちは、ニコ編みです。今日は編みキーホルダーを作っていこうと思います。こちらが編めたら是非以前出したコースターもチャレンジしてみてください。材料はセリアさんとか、それからキャンドゥさんで手に入る羊ちゃんナチュラルの極太の方を使います。裏を見るとかぎ針の表示が7号から8号となっているので、今回は7号 4mm の7号針を使っていこうと思います。毛糸用の針もご用意ください。普通の針と違ってここのね、穴を通すところがめちゃ大きくなってます。これも100均で手に入ります。こういう段数マーカーというものがあるととても便利です。こういうふうに目のところにつけて、後でここ編まなきゃいけないとこだなとか、こういうふうにつけて、こっからここの目は飛ばして編むなとか、印がつけられてとても便利です。これはダイソーさんで購入したものになります。もっとゆっくりのが見たいと思ったら、動画のね、この右下あたりに再生速度を調整するところがあるんですね。なのでそこで調整してご覧ください。編みキーホルダーを、編み図にするとこの感じになるんですけれども、この編み図記号わからなくても編めるので、わかんない方はスルーして大丈夫です。最初ね、輪の作り目をして、それからここの1段目をね編んでいきたいと思います。ここですね、ここの部分を編んでいきます。糸をね内側からこう引き出して、じゃあ今日は簡単な輪の作り目の方でやろうかなと思います。まず左手に糸を持ちます。小指とこの薬指の間のところに入れて、今度中指とそれから人差し指の間のところに糸を入れて、で手前に出してきます。こんな感じ。そして今度は中指と親指で糸をつかみます。そしたらちょっと糸がね緩んでたら、ここを引っ張ったり、優しく引っ張ったり、あとはこの人差し指キュッキュッと動かして、ここの糸を調整してください。こんな感じ。そしたら今度右手で針を持ちます。鉛筆を握るような感じで持ちます。そしたら針を糸の後ろから当てて、反時計回りに回します。そしたらちょっと大きめのこの輪にして、重なってるところを持ちます。そしたら今度針をちょっと奥にして、そして針を右上に動かして、そして下ろしてきて糸をかけます。そして手前に引き出してきます。少しだけね引き出してきます。でこの輪のところに、長編みとか編んでいきます。そしたらもう一回ね針を動かして、右上に動かして、そして手前に引き出してきて、そしてこの左の人差し指をちょっとキュッキュッと動かして締めます。軽く締めます。でこれで一重の輪の作り目ができました。そしたらここから1段目を開始します。立ち上がりの鎖編み1 2、3編みます。まずそこまでいきましょうか。そしたら軽く右手の中指でここを持ちながら、針を右上に動かして、そして下ろしてきて、そして手前に引き出します。これで、鎖編みが1目編めました。これをねあと2回繰り返します。右上に動かして下ろしてきて手前に引き出します。右上に動かして下ろしてきて手前に引き出してきます。これで1、2、3編めました。このねかかっている糸は1目とは数えないです。これが1、2、3、鎖編み1、2、3編めました。そしたら次このね T にちょんってあるのは長編みです。これを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15目輪の中に編み入れます。でこの立ち上がりの鎖編み3も長編みの1本として数えるので合計16本長編みを編んでいきます。じゃあいきます。まずね糸をかけます。針を右上に動かして下ろしてきてで糸をかけます。こんな感じ。そしたらこの輪の中に針を入れます。そしてこの時にこの糸端が糸の上に乗ってるようにしてください。こうじゃなくてこれはこの針の上に乗せます。そしたら糸を1回引き出してきます。針を右上に動かしてで糸を捉えて糸を引き出してきます。でちょっと上に上げてここにちょっとだけ高さを出します。そしたらね針に1、2、3本糸がかかってると思うんですね。このうちの左の2本だけ引き抜きます。いきます。針を右上に動かして糸をかけて左の2本だけ引き抜きます。そしてもう一回同じことをします。針を右上に動かして下ろしてきて糸をかけたらこの最後の2本を一気に引き抜きます。これで長編みが1本編めました。そしたら段数マーカーこれがあると便利ですね。このね立ち上がりの鎖編みが分かんなくなっちゃうので後でなのでここに印つけとくね。この3番目の目のところにこんな感じでつけました。で今ね2本編めたことになります。でこれをあと14繰り返します。でいきます。ちょっとここに軽く中指を当ててで糸をかけます。そしてここですね輪のところに針を入れてそしてこの糸端が乗ってるのを確認してそして糸を引き出してきます。そしたら3本かかっているうちの左の2本だけ引き抜きます。左の2本だけ。そしたら最後の2本を引き抜きます。じゃん。はい、これで3本編めました。じゃあじゃんじゃんいきます。糸をかけます。そして真ん中に針を入れます。糸端が針の上に乗っているのを確認します。そして糸を引き出してきます。そしたら左の2本だけ引き抜きます。そしたら次、最後の2本を引き抜きます。じゃじゃん。じゃあ5本目いきますね。糸をかけます。真ん中に針を入れます。糸を引き出してきます。左の2本だけ引き抜きます。最後の2本を引き抜きます。はい、次6本目いきます。糸をまずかけます。真ん中に針を入れます。で、針の上に糸端が乗っているのを確認します。そして糸を手前に引き出してきます。左の2本だけ引き抜きます。あっとっとっと、こうですね、はい、そしたら最後の2本を引き抜きます。じゃじゃじゃん。これで1、2、3、4、5、6、これで6本編めました。そしたらあと10本同じことを繰り返して編んでいきます。で、このね輪が大きいとちょっと編みにくいかもしれないから、輪が大きくなりすぎてちょっと編みにくいなと思ったら優しく引っ張って輪を小さくして編んでみてください。16本編めました。こっから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15でこれ16です。そしたら最後に引き抜き編みをします。編み図でいうとこれですね。黒い丸のところ。ここで引き抜き編みをしてこの段を閉じます。じゃあいきますね。この印つけたとこありますよね。ここの目のところに針を入れて糸を引き抜いてきます。じゃあ一回印を取りまして、立ち上がりの鎖編み1、2、3番目、ここです。長編みの隣の目のとこですね。ここにザスッと刺します。そうするとね、自動的に奥の半目と裏山がすくえてると思います。で、ちょっとよくわかんないなという方はこの手前の目だけに針を入れて、で奥に針を向けたら自動的に奥の半目と裏山がすくえています。そしたら、糸を引き出していきます。よし、できました。でこれで1段目が完成です。いや、これできるだけでも嬉しいよね。じゃあ次ちょっと難しめなんですけどいきたいと思います。